本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。開館まで今しばらくお待ちください。あ、黒木部長。ん？今日から業務部に配属になりました野花さやこと申します。よろしくお願い。お前、え、ちょっと来い。怒られる？なんで？一体何をしたんだこれ。もしかしたらさっき売店にご挨拶に伺った時、あ、破れたのがお尻じゃなくてよかったです。笑った。俺はそっちが見たかったな。さっきは怒られると思ったけど実は優しい。あ、セクハラですよ。わかってるよ。ほら、できたぞ。本当にありがとうございます。助かりました。お前、元気だな。この時はちょっとこわもてだけど優しい上司なんだと思っていた。それから半年。野花！やーい！日報の印鑑全部逆さまじゃねえか。本当だ。よく気づきましたね。すごい。こいつ感心してねえで早くやり直せ。はい。黒木部長が優しかったのは入社の挨拶をしたあの一瞬だけだった。黒木部長は基本鬼だ。でも私は、うん、ああ、それからついでに、あ、今日中に自治会に発送するポスターはもちろん準備できてるんだよな。皆さん本当にすみません。いいよいいよ、みんなでやった方が早いし。中原主任。野花さん、こっちのは？それは予備です。オッケー。野花さん、これも運んでいいですか？お願い。はい。あ、もう20時？おい野花、終わったか？ん？なんでまだ中原がいるんだ？今日は子供の誕生日だろう。え？すみません。ここまで来れば大丈夫なので帰ってあげてください。じゃあ、ごめんね。あと、何が残ってる？もう終わるところです。そうか。自分のバカさ加減が嫌になる。こんなミスばかり繰り返してここにいてもお荷物なだけかもしれない。やっと終わった。終わったか？黒木部長？てっきりお帰りかと。無事完了しました。申し訳。帰るぞ。あ、はい。お疲れ様で。早く着替えてこい。俺を待たせるなよ。え？なんだ、いつになく静かで調子狂うな。緊張して。実際いい匂いの密室に二人きりだし。うん？ああ！なんなんだ一体。ほんとしょうがねえやつだな。あ、自分で拾えま。近い。うん？なんだこれ。あ。で、この退職願いはどういうことだ？実は以前から持ってて。はあ？私ミスばっかりで毎日のように部長を怒らせてしまってますし、今日みたいに皆さんに迷惑をかけるのは辛いんです。あのですが、退職前に一つよろしいでしょうか？うん？恨み事か？いくらでも聞いてやるぞ。私、黒木部長のことが好きです。